日本のこの静寂悟れたおい言おったらやべえおっさん乗ってきたな。30年前からずっと言おるぞこれは。独り言でめっちゃ怒鳴っとる。怖だからゆとりにするとかね、詰め込みにするとか筋は通せって言おった。俺はワイヤレスイヤホンつけた。そうそうそういうことだ言おった俺は。なあ一歩筋は通さないかんばいって。その職業に電話かこれなあ。あ、電話かこれ。あ、独り言かと思った。電話やった。そういうこと俺ずっと言おうんだ。あ、そう、電話やったんや。ああ、注意したらいいんかなこれ。だ、筋を通せってな。注意するか。だ、日本は腐っとるでね、結局は。で、一人一人が変えようって、そういう言葉言おうとする。どっち？どっちこれ、さっきからどっちとも取れるぞこれ。ずっとそれを言おる俺はな。電話だとしたらこれ注意するけど、電話じゃなかったら絶対注意したくないよこれ。お前ら一人一人も関係あるぞこれは。お前ら。ああ、お前らって今言ったな。一人一人問題を解決してってね、そういう言葉言おるったんだ。おお、電話っぽいな。おお、電話っぽい。これどっちやろこれ。そういうこと言おる。どっちやろな、これ注意、注意しようこれ。電話や。もしもし。もしもしって言ってるよ。電話やこれ。聞こえとる。注意しようこれ。注意した方がいいよ。ずーっともしもし。電話出てきた。すいません。電話出てきた。すいません。じゃあこっちは何？あれなんですよ、ちょっと時計が壊れとりましてね、これ遅刻しとるやん、これ、あれですよ、こんなやつが遅刻しとるぞ。電池ですかね。言い訳下手やろ、これ。電池が取れとったのか、それで切れとったのか。注意しよう、これ。それがわからんとるんですよ。すいません。あ、電車の中なんで、電話とかやったんですよ。で、もしもーして。それは何？ああ、それは何これ。さっきからこれ気になるわ、こっち。お前何も返事せやんか、お前。独り言じゃないよな、これ。ああ。電話やろ、それ。あ、だからね、こういう風にね、世の中便利にはなりましたけどね。ね、ずっと変わらないものっていうのもございましてね。それがね、郵便屋さんでございます。落語みたいになってきたやん。え、何これ。江戸時代はですね、飛脚屋と呼ばれてたら。落語やん。飛脚屋、落語やってんの、これ。おい平八、落語っぽい。この文をね、長屋さんのとこまで届けてくれるかい。落語やったらこれ注意した方がいいんだろ。どっちやこれ、落語は。へい。あ、落語の返事や。落語の返事したわ。おい平八、お前ね、団子が好きだろ。だからといってね、団子屋さんに途中寄るんじゃないよ。お前落語やな。何やそれ。もう落語屋寄るかどうかのやつ。へい。何やそれ。すいません、すいません、すいません。さっきから車内に声響いてるんですよ。なんすかこれ、このさっきから話したこれ。あ、これこれね、あれはおたまじゃくしを干物にしたものでしたよ。やばい人やったー。